んなチャンスはめったにねえんだ。必ず仕留めろ。手柄いただきだ。忠告したよなお前ら。へえ、大佐になったのか、パクリ女。だが、繊維がねえな。ええ、どうぞお先に。 G5! 今は戦っている場合じゃありません。奥の通路へ急いでください。この塔に一つしかないゲートが閉まりかけています。シーザーが私たちをここに閉じ込めるつもりなの。ゲートの向こうへ行かなければパンクハザードから脱出できなくなる。早く奥へ。なに、大変だぞ。急げ野郎ども。トシギちゃんの言う通りに負傷者を運べ。急いで一直線にゲートを目指せ。おい、トシギちゃんは。トシギちゃんは俺たちに先に行けと。止まらず、まっすぐゲートを抜けなさい。急いで、早く。何をするの。急がな。殺しなさい。トシギちゃん、もう十分だ。あんたは生きて先へ。それえ、大佐ちゃんが飛んできた。どうなってんだ。よかった。しかし、なんで飛んで。どいてください。まだ外に何人も海兵だ。無茶だ。もう外はガスで。どきなさい。ダメだ。早くしないとゲートが。離しなさい。外に、まだ外に。大体外っつっても、もうゲートが。どうしなさい。スローカーさんに任されたんです。彼らを守れと。だから、どきなさい。大佐ちゃん、ダメだ。もう遅い。何をバカなこと。仲間がまだゲートの外に取り残されてるのに。そこをどきなさい。無理なもんは無理だ。出し切ったいさ。よくやったお前ら。俺たちの大切な大佐ちゃんはしっかり受け取ったからな。